皆さんこんにちは、テラリスマスターインストラクターの長見誠です。今月はテニスのためのエクササイズの紹介ということで、最初はモビリティを選手は紹介していきました。今回はですね、肩周りを中心に上半身の筋力強化をしていくエクササイズをご紹介しようと思います。まず一つ目のエクササイズは TRX のダブルフライというエクササイズで、両手で W の字を書くように動いていくので W フライなんですが、肩の関節の中にある両手高く線、中の方に小さい筋肉に対してトレーニングをしていくことができます。では TRX のダブルフライです。ミッドレングス、アンカーポイントに顔を向けて立ったら、スタートの姿勢が体で W を作るようにしていきます。この時ハンドルが肩の高さよりも少し上ぐらいに来るところ、こう下がりすぎず少し高いところですね。で、肘を後ろに引きすぎないで体側につけるように前に押し出すような形でスタートします。でベクトルはたくさんかける必要はなくて、少しのベクトルと、あとは必ずオフセットを使うようにしてください。ここから動いていくんですが、後ろに少し体重をかけながらハンドルが体の前の方に来ます。で、完全に後ろにもたれなくても大丈夫なので、ちょうど肘が胴体、体の横が少し前ぐらいに来たところから拳を後ろに押し出すようにして上がっていきます。ゆっくりと体重をかけ、ベクトルはそんなにたくさんかけなくてもいいんですが、起き上がった時に完全に起き上がりすぎることがないように少し後ろにもたれておくようにしてあげると、肩関節の安定性を高めるようなトレーニングになっています。 OK です。続いて TRX のチェストフライというエクササイズになります。このエクササイズは通常チェストプレスが肘を曲げるのに対してフライの動作になるので、両手を外に大きく開きながら動いていくようなエクササイズになります。ハンドルが体から離れて結構肩の関節に大きな負担がかかってきたりもしやすいので、ここでもオフセットを使っていきたいと思います。 TRX のチェストフライですね。長さをロングに変えてアンカーポイントに背中を向けてください。スタートの姿勢はチェストプレスと同じように両手が体の前に来るところです。最初はベクトル少し浅めでもいいですが、しっかりと寄りかかれるぐらいのベクトルを見つけてください。ここで足をオフセットにし、手のひらを内側に向けてフライで外に開くようにしながら動いていきます。でハンドルを強く押して両手を合わせるようにして戻っていく。この両手を開いた時に負荷がかかってくるので、しっかりとオフセットを使って自分の体重の移動をコントロールするようにしてください。少しバリエーションとしてクロックプレスというのもできるので、右手と左手チェストプレスの押す動きとフライの外に開いていく動きと切り替えることもできます。両手を遠くに開かない分、負荷としては少し軽く感じると思いますが、左右別々の動きをするという少し難しさとか要素が加わってくるようなエクササイズですね。 OK です。最後は TRX のトライセプスプレスになります。ここでは肘の関節を使って腕の筋力強化をしていこうと思います。長さはミッドレングスでアンカーポイントに背中を向けて立ちます。ハンドルを持って両手が体の真正面ですね、肩の真正面に来るところにつけてもらったら、かかとを持ち上げベクトルをかけ、ここでもオフセットを準備してみましょう。しっかりと体重をかけながら肘を曲げていくんですが、この時に肘の先端ができるだけ正面を向くように動いていきます。ちょうどハンドルがこめかみの横ぐらいに来たら、ハンドルを前に持ち込むようにして戻っていきます。腕の動きとしてはまっすぐ引き寄せるのではなくて、拳が円を描くような動きになっていきます。ベクトルを変えたりすることもできますが、負荷が結構強く感じることもあると思うので、オフセットを使うことをお勧めしたいと思います。 OK です。今日は上半身の中心、肩の周りの筋力強化のエクササイズを紹介しました。こちらもぜひ挑戦してみてください。